スペースナビ希望ウィークリーニュース、山下ゆりえがお伝えします。7月16日、マランゴニ対流実験の2テーマ目の第1シリーズが終了しました。マランゴニ対流実験はシリコンオイルという液体で柱を作り、表面における対流や温度の分布、内部の流れの変化を調べます。実験開始前の点検で装置の部品の隙間からシリコンオイルの漏れが見つかり、一時は実験の実施が危ぶまれていましたが、野口宇宙飛行士による5日間にわたる補修がうまくいき、2010年1月29日に第1シリーズが開始。その後およそ6ヶ月にわたり実験が続けられてきました。実験結果は学問的な進歩発展はもちろんのこと、さまざまな応用が期待されます。7月20日、ISS 国際宇宙ステーションでおよそ半年間にわたる長期滞在を終えた野口聡一宇宙飛行士が、長期滞在後初めて日本に帰国し、JAXA の東京事務所で記者会見を行いました。詳しくはこの後のピックアップニュースでご紹介します。野口宇宙飛行士ら第22次第23次長期滞在クルーが撮影した地球観測画像を公開しました。宇宙から撮影した富士山や関東の夜景など世界各地の画像をこちらのサイトでご覧いただくことができます。7月27日、 ISS 国際宇宙ステーションにおいてフョードル・ユールチキン宇宙飛行士、ミカエル・コニエンコ宇宙飛行士が船外活動を実施。ロシアの小型研究モジュール1 MRM-1 外部の整備作業などが行われました。今回のピックアップニュースは、7月20日に JAXA の東京事務所で行われた野口聡一宇宙飛行士の記者会見の模様をお伝えします。野口宇宙飛行士、お願いいたします。皆さんこんにちは。日本に帰ってくるのは、1年ぶりぐらいなんですけども、半年間の宇宙滞在を終えて、帰国報告ということで帰ってまいりました。半年間、終わってみるとあっという間だったなというのが正直な、感想です。こうまた、宇宙ステーション本当にこう、半年間、過ぎてみるとあっという間で、まあ、なんとなく竜宮城から帰ってきた浦島太郎みたいな感じなので、また竜宮城に行きたいなという気持ちはすごくあるんですけども、まあ、それと同時にやはり次の、日本のね、有人計画とかに向けて、協力できるところがあれば協力していきたいと思いますし、宇宙飛行の、まあ、2回の経験、それから、まあ、長期滞在の経験っていうのをこう、うまく活かせる分野があれば、ぜひそういうところにも挑戦していきたいなと思います。まあ、宇宙から見る地球は、まあ、何と言っても綺麗ですよね。でやはりそういうところで、まあ、長い期間こう仕事ができて、で、まあ、その成果をこう、いろんな形で地上の皆さんに出していけるっていうのはとても素晴らしい経験だったなと思います。野口宇宙飛行士の帰国の報告は終わりにしたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。およそ半年間に及ぶ宇宙滞在終了後、初めて帰国した野口宇宙飛行士。野口宇宙飛行士は8月上旬まで日本に滞在し、今後一般向けのミッション報告会などを行う予定です。今回ご紹介する実験はこちら、線虫を使用した実験、通称セリーズ実験です。線虫、シーエレガンスの宇宙環境における RNA 干渉とタンパク質リン酸化、通称セリーズ。実験に使用するサンプルは
2009年11月17日、スペースシャトルアトランティス号 STS-129 ミッションで打ち上げられました。ISS 国際宇宙ステーションに到着後、実験サンプルを細胞培養装置に取り付け、今回の実験に使用するサンプルは線虫。今回私たちは線虫 C. エレガンスというのを実験材料に使っております。それでちょうど長さが1ミリの大変小さな虫なんですけれども、卵から大人になるのに約 3.5 日でなります。そういう意味では大変ライフサイクルが短い生き物で、遺伝子も2万遺伝子がありますけれども、そのうち約4割が人とも似ているということで、人のモデル生物として扱われています。2009年11月20日、筑波宇宙センターの実験運用管制室では、代表研究者である東北大学大学院東谷敦史教授率いる研究チームが実験開始の時を待ちます。11月20日午前0時24分、実験が開始しました。今後やはり宇宙で育った線虫の筋肉がどのようになっているのか、またそこで 1G との違いっていうのが分かると思います。またそれに対する影響ですね、いろいろなものが分子レベルで分かってくると思いますので、大変それを期待しています。このセリーズ実験は、線虫を使って筋肉の増加・減少メカニズムに関係する遺伝子情報を調べるものです。 RNA 干渉、RNA インターフェレンスという現象が宇宙でもどのように起こるのか、微小重力下で影響を受けるのか受けないのかということは誰も検証した人がいません。今まで人類においていません。そういうことが宇宙でも有効に働くかということは、今後行われる宇宙実験においても大変役立つ情報だと思っています。それからもう一つは、宇宙飛行士が、骨や筋肉が痩せるわけですけれど、微小重力の中でですね、それと同じようなことが線虫で起こるのか起こらないのか、そして起こった場合はじゃあそれが遺伝子のレベルでどのような応答をするのか、それを全遺伝子のレベルで解析しようと思ってますので、そういう意味での新しいインフォメーションが、ゲノムレベルの解析が出てくるのではないかと期待しています。線虫に餌である大腸菌を与え、細胞培養装置で微小重力状態と地上と同じ重力状態で生育。およそ4日後に一部の線虫を凍結して保存。残った線虫はさらに4日間成長させ、化学処理をし、冷凍冷蔵庫メルフィーに保管しました。2009年11月28日午前1時9分、実験が終了しました。実験サンプルはスペースシャトルエンデバー号 STS-130 ミッションで回収。地上に回収後、分子レベルでの解析が進められています。研究結果は、今後多くの人たちが宇宙へ行く時代になった時に、筋肉の衰えをはじめ、宇宙で起きるであろうさまざまな障害への対処法の確立、また遺伝子治療への応用も期待されています。宇宙ステーション希望広報情報センターでは、より充実した情報を分かりやすく提供するために、8月8日までアンケートを行っていますので、ご協力お願いいたします。スペースナビ希望ウィークリーニュース、山下ゆりえがお伝えしました。